点入りません、全然前に進めませんってなっちゃうのは、このスペースの概念がすっぽ抜けてるから。でこれって幼稚園児とかでもその設定にしたら判断するんですよ。ポジショニングを取れるようになることってサッカーではめっちゃ大事で、それまでに2つの概念があるかなと思っていて、1つはスペースの概念と、もう1個はポジショニングの概念で2つある。でこのポジショニングの概念っていうのは、正しい位置に立った方がいいですよ。でそれって行き過ぎると、そうやって立っとけばいいんでしょってなりがちなんですね。でもう1個のスペースの概念っていうのは、シンプルにこの相手が自分の方に来るってことは、その背中に空いたね、来てないってことは自分とその相手の間に空いてるよね、感覚的に分かるかどうかがスペースの概念って言われていて、まずはスペースの概念が分かった方がいいんですね。要するに空いたそこの場所に時間があるかないか、相手が近いってことは時間がない、相手が近くないってことは時間があるっていうふうに考えたときに、今人が動いてからそこが空いたよね、感覚的につかめるようになって正しい位置を取れるようになると、あ今動いた、見逃さないぞ、でもっと縦に入れられるぞっていうのができるようになるので、ポジショニングの概念だけでやると、ボールは動いてます、なんか良さそうに見えるけど点入りません、全然前に進めませんってなっちゃうのは、このスペースの概念がすっと抜けてるから、見逃してるんですよ。こうやって動かせばいいんだよねじゃなくて、それはそうだけど、相手ずれてるんだったら縦に入れた方がいいよ、両方必要なんです。でさっきも言った通りで、まずはスペースの概念から学んだ方がいいよ、これ低学年の話してますからね。もうこれはもう僕は毎回お伝えしてるんで、いろんなこと言ってますけど、これはそれくらい重要なことなんで、低学年であれば4ゴールゲーム、要は2つ両サイドにゴールがあってっていうゲームで3対3をやってみます。で3対3だとちょっとマンツーマンみたいになるんですよ。マークが担当ねってなると、その人が動くと自分も結果ついていくみたいになると、すごいぐしゃぐしゃになるんですよね。だから動きがダイナミックに割となるんですよ。でその中で点が取れたか取れなかったかっていうのを、その4ゴールゲームでやってもらう。でこれってポジショニングの概念がない、スペースの概念です。ここ走ったからここ空いたとか、反対のゴールが空いたねとか、人が動いてるから、それにつられてるから、その人の位置が動くからスペースが変わっていく。この3対3で自然と身につくわけですよ。だって空いた方に行けばいいんだよ、ゴール。で、これができるようになりましたと。で、その中で守備もちゃんとやるし、攻撃もって両方回数としてたくさんやっていくと、レベルが上がっていったら、じゃあ今度どうしたらいいんだっていうと、4人にするんですね。なんか4ゴールだけど、中4人です。で、これ4人になった瞬間、すごい面白いのが、ポジショニングの前にね、急に出てくるんですよ。自然と出てくるんですよ。ぐしゃぐしゃにあんまならないんですよ。まずは4人なんで、ダイヤモンドに立ちましょう。後ろにいて、右にいて、左にいて、前。で、これ注意しなきゃいけないのは、そこで固定じゃないぞっていうことなんですね。まあ、よくこれ子供にポジションダイヤモンド取ろうねって言ったら、じゃあ、はい、俺後ろとか、俺右ね、俺左ね、俺前ねって言うけど、そういうのはない。ずっとあなたはそこでプレイしなきゃいけないよっていう意味じゃなくて、4人が入れ替わってもいいから、ダイヤモンド維持してる。だからもしかしたら後ろの選手がバーってドリブルで駆け上がっちゃうんだったら、誰かがそこを埋めてあげなきゃいけないんですよ。で埋まったらまた、じゃあ前の選手が来たから、じゃあこっちにずれるねっていう感じで、固定じゃなくて、とにかく攻撃になった時はダイヤモンドを維持できるようにしようね。多分一番最初分かりやすい概念だと思うんですね。それが役割としてその4つがあって、その4つを人は入れ替わっていいけど、常時そこに人がいる状態を作りましょうっていうのがポジショニングの概念の最初なんです。これ3人だったらやりづらいんですね。動いちゃうから、ぐちゃぐちゃに。だからなかなかそのポジショニングっていうのが意識できない、認識できないので、で4人でダイヤモンド。これが低学年で分かったら、チームとしてはいいチームですよ。で、それが発展していくと、8人、まあフィールドプレイヤー7人で、そういう状態を作りましょう。人は入れ替わってもいいけど、そこに役割としてポジションいるから、ちゃんといるべきところにいてね、と。っていう風な、順番になると思うんですけど、それをすっ飛ばして、小学校低学年は、はい、じゃあいきなり8人制って言っても、子供たちは分からないんですよ。スペースの概念も分からないし、ポジショニングの概念もどっちも分からないのに、はい、8人制でプレイしなさいって言われたら、結構これパニックなので、僕は階段っていうか段階踏んであげないといけないし、小学校の例えば全国大会、また公式戦が8人制だから、それに合わせて子供たちを8人制にしようって言って、これサッカーに子供を合わせてるんじゃないですか。そうじゃなくて、最終的には11人制になるわけですけど、そこには子供の成長過程を考えると、どういう人数の何対何でやった方が11人制に近づくのか、子供たちの成長にサッカー合わせなきゃいけない。まあ、それはもちろん今すぐできることじゃないと思いますけど、じゃあ少なくとも練習試合とかだったら、じゃあいきなり8人制やるとかじゃなくて、人数が少ない4ゴールゲームで、まずは彼らがそうやってプレーすることを楽しめるようになって、ポジショニングの概念を理解できるようになって、じゃあ次のレベルアップで今度は5人にしてみようとか6人にしてみようっ
やるんですけど、ちなみに5人だったら5対5で4ゴールゲームやると多分すごくぐしゃぐしゃに今度なるので、これが面白いのが4ゴールゲームはマックス4-4かなって思っていて、5人なんだったら単純に5対5で1個のゴールにしてもいいかな、サッカーの普通のゲームに近い形に戻してあげた方がいいかなっていうのは、もちろんそれをね自分でアレンジしてやるっていうのは全然いいと思うんですけど、そこのこう考え方っていうかスペースの概念が分かるようになり、あ、ここに立った方がいいんだねっていうポジショニングの概念が分かるようになって、っていうのが4対4がやりやすくて、それが分かってくるから4対4ってラインで言うと雑に言うと一番下のラインと真ん中と3本または3人が横並びになって1人だとまあ2本にラインになるんですけど、だから皆さんにお伝えしたいのは1本のラインを通過するのにどうやってやればいいかっていうことを教えてないのに、いきなりゲームになってラインが何本ありますって、これどんだけ複雑なんだ。だからまずは1本または2本、だから3人だったらこういう風になるから、まあちょっと極端に言うとすごい雑な大きな太い1本のラインなんですよね。だから1回突破したらほぼゴールになるっていう状況を初めて分かって、4人だったらじゃあラインが2本になると少なくとも、それってどうやって攻略するんですかっていうことができるようになったから、じゃあもう2人増やしてみてラインが3つになったらどうなるんだろうねって段階を踏むことが、僕はサッカーを子供たちがより楽しめるんだ、特に低学年から中学年高学年っていくときに、8人制に合わせるためじゃなくて11人制で最後サッカーみんなが楽しめるようになるにはどういうふうにこう細かい課題にしてあげたらいいのかって考えるときに、ライン1本目の突破の仕方って知ってるんですかっていうことを知らなくて、いきなりラインがもうそもそも3つあるんですけど人がいっぱいいすぎて分かりません、もう情報量が多すぎて処理できませんってなるから、階段を作ってあげた方がいいんじゃないかなと。最初の最初って何からスタートするのかっていうと2対1からやればいいと思うんですね。味方が2人いて相手1人です。これは1対1の練習をするなっていうことが言いたいんじゃなくて、やっていいんです全然。だけど技術がそこまで高くないとかサッカー始めたばっかりの子で考えると1対1のトレーニングってめちゃくちゃ酷なんですよ。なんでかっていうと、まず自分がボール持ってます、このボールを扱うことがままならないのに相手のあの子はずっと僕の方に来るんですよ。来んだって言っても来るんですよ。そしたらもうパニックになるじゃないですか。だから自分のボールを扱えないのに相手はずっと来る、でそれが落ち着けるようになるためだっていうけど、いやこれずっとパニックなんですよ。でだったら優しいのはボールを自分が持ってます、まだ技術はままならないです、味方が隣にいます、相手来ます、パスを出すっていう選択肢か、出そうと思ったら相手がバーって相手の方行くんだったら出すふりして出さないっていう選択肢が2個ある中でどっちがいいかなって選べる方が難易度は低いわけですよ。でそれを楽しんでほしいんですよ、駆け引きとして。でこれまだ技術がままならないから、ドリブルしようと思ったらミスしたりとか、パスしようとしたらパスがずれたりあるけど、少なくとも判断してるわけですね、相手がこうだからこうしよう。だけどこれ1対1だったら判断もクソもないんですよ、どうしようどうしよう、うわーって終わるから。なので最初は2対1で、それこそもう最初から4ゴールゲームにしてあげてもいいと思います。ゴールが2個あるから2対1プラス相手は1人で、どっちのゴール行くかそれを判断して、もう相手の方は相手の方に常に行けばいいわけ でこれって幼稚園児とかでもその設定にしたら判断するんですよ。で判断してないんだったらちょっと相手見よっかって言ってあげればいいわけです。見てないからいきなりうわーってなるんだったら、見てたら鬼ごっこと同じ感覚だから、鬼が来るんだったら出しますけどって、これは全然難しいことじゃないわけですよ。だからそういう風に2対1がほとんどもうノーミス、判断間違えませんっていう状態になったら、同時に併用で3対3とかゴールゲームやってあげればいいんですけど、2対1攻撃的に攻略できるようになったら、多分子供たちのサッカー楽しいっていうのはもっと上がるんですよね。まあ、こうやって相手の逆取ればいいんだなって、相手のこう意図をこっちが例えば感じ取って、またこっちの意図を相手にバレないようにやるのがサッカーなんだな、ボールを扱って何かするんじゃなくて相手との駆け引きを楽しむスポーツなんだなって分かるきっかけとしては2対1はめっちゃおすすめなんですよ。これもねよくコーチたちに言うんですけど、例えばそのあるサッカーコーチに何か違うスポーツをやりたいとその人が思ったとしましょう。その人に教えるその別のコーチが何とかさんと、このスポーツ試合が楽しめるようになるには基本練習基礎練習を3年間ずっとやらなきゃいけないです、じゃないと試合楽しめませんって言われたら、そのスポーツやりますかって聞いたんですよ。ただやりませんって言ったんですよ。じゃあなんでサッカーにそれを求めるんですか、基本技術がないと試合が楽しめないって本当なの。もちろん基本技術上がった方がいいし、その練習するなって言ってるんじゃなくて、最初から駆け引きがあるようにしてあげればいいんじゃないのっていうのが僕の意見で、最初からボールを扱うことがままならないから、じゃあ一人でボール1個持っていっぱい触ってっていう練習をやる時間はあっていいんですよ。だけどそれに1時間も2時間かけて、じゃあいきなりゲームですってやるぐらいだったら、
人数少ない状態、例えば2対1から入ってとか、また2対2、まあ、3対2とか、そういう駆け引きがある状況がいくつもあって、基礎練習の時間もありゲームってやってあげないとサッカー楽しくないですよ。特にボールを扱うことが上手くない子にとっては全然楽しくないです。だけど駆け引きができたら楽しいんですよ。だからそれによって、あ、技術もっと上げた方がもっといいプレーができるんだなって気づいてもらった方が僕は自然だと思う。あんまり比較したくないですけど、ヨーロッパの人たち、じゃあ最初から基礎練習ばっかりって言ったら、まず子供たちは言います、こんなんつまんないからやりたくない。でも日本の子供たちは言いません、心の中で思ってても言わない。ここがね、違いなんで、それボイコットされると分かります。お前の練習つまんねえんだよ、小学校3年生に言われた時のショックで。日本人は言わないから、だから彼らに楽しんでもらうように、でプラス自分がやってほしいこと、こう伸ばしたいところをどうやって織り交ぜるか、コーチのそのメニューを作る時の力量になってくる。やりたくないかもしれないけど、これをやらないとダメだみたいなのって、まあ、そういう修行的発想って日本人は嫌いじゃないと好きなんだけど、子供の立場からするとそんなのやりたくないですよ、うん、だから工夫が僕らコーチには必要になるっていうふうには思います。